こんにちは、メアリのドールと遊ぼう。今日は匂いについてのお話をしたいと思います。プライスのお話でこのお話をしようと思っていたんですが、他のドールも集め出すとドール全般に言えることなのかなと思ったので、こちらでまとめてみることにしました。一番最初匂いが気になったのはパウアウポンチョちゃんなんですけれども、この子出品した方はドールのことを全然詳しくなかったようで、名前も分かりませんっていう形ですごく安く出品されていたのでお得にお迎えすることができたんですが、とにかくタバコの匂いがすごかったんです。髪の毛も当時知識が全然なかったので、とりあえずそのシャンプーすればいいのかなと思って、桶にぬるま湯に柔軟剤を混ぜて、それに髪を浸して洗ってあげたんですが、もうね、桶があっという間に茶色くなるぐらいヤニですごかったです。で結局2回洗ってやっと色が出なくなるぐらいになって落ち着いた感じですね。ただね、ほんと知識がなかったので、スペリオールは特にシャンプーをするとこうちゃんと乾かせばいいんだとは思うんですが、この頭の中にね水分が残ってしまうとカビてしまうので気をつけた方がいいと思います。解凍がね簡単にできる人形ではないので、中の方までしっかり乾かすっていうのはなかなか難しいと思うのでね、これからもしそういうシャンプーしなきゃいけないっていうことになった場合は、本当にすごくよく乾かすことをおすすめします。で、できればシャンプーしなくて済むんであればしないで終わらせてあげた方がお人形のためなのかなとは思っています。あとね、この話がそれちゃったんであれなんですけど、この子体中がもうなんて言ったらいいんですか、ヤニ臭いっていうかベタベタしてたんで、もう体も一生懸命洗ったんですけれども、結局こっちの手、左手の方は右手と比べて、分かるかな、見えるかな、ちょっと黒ずんでる、茶色ずんでるんですよ。もうこれはどうしようもないので、もうこのままかなと思って諦めています。で、たまに手をこうやって動かしてあげないと固まって動かなくなっちゃうことがあるので、それもなんか定期的にこう動かしてあげるように気をつけています。ではまた匂いの話に戻ります。でこの頃その知識がなかったんで、もう体についた匂いがなかなか取れないから、とりあえずもう風通し、部屋の風通しを良くして匂いがこもらないようにだけ気をつけて、もう1年半経ったらもう今は匂いが全然しなくなった状態になりました。で、後にですね、ワルソネコさんで匂いを取る方法っていうね動画を出してくれてるんですよ。なんでぜひ皆さんそちらを参考にしてくださるとすごく詳しくよくわかると思います。で、うちはね、その空気清浄機をワルソネコさんは使われてるんですが、うちには空気清浄機がなかったもので、パワーポンチョちゃん以降で匂いが気になったドールの話になるんですが、こちらを使いました、はい。家族に1人1台このちっちゃい扇風機をうちは持っているので、電源が切れたら交代で24時間風を当て続けました、期間にして3週間、タバコの匂いは3週間で取れました。中古でね、ドールを集めているとこうたまにそういった匂いに遭遇することがあるんでね、家の匂いだったりペットの匂いだったりタバコの匂いだったりとかあるのかもしれないですけど、そういった時にねこうやって風を当ててあげるとすごくいいと思います。あとそれだけじゃなくって、そのドールはプラスチックなので、プラスチックから匂いが、ガスが出るそうです。もうガスが充満するとやっぱり匂いがついたり、あとプラスチックが加水分解したり、そういったことが起こるそうです。なんでね、こう古いドールとかドールとか見てるとわかるんですが、ミニカーとかもそうなんですけれど、その箱の四隅に穴がちっちゃく開いてたりするんですよ、プラスチックの穴が。そこでこうガスを逃がしてあげてるようなんです。ですがこうビニール袋でね、さらに包んで段ボールに入れて大事に大事にしまってたりすると、もうガスの逃げ場がなくなってしまうので、逆に人形だったりその
プラスチック製品には良くないそうなので、なるべくこう出して風通しを良くしてあげて保管してあげる方が長持ちするっていう話を聞きました。なんでね、こうまあ参考程度に聞いていただければいいなと思います。匂いの話はこんな感じかな。そうですね、ジェニーフレンドもそうなんですよ。物によってはやっぱり匂いがついてたりするので、その風をよく当てて匂いが取れるようにしてあげたりしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。メアリのドールと遊ぼう、今日は匂いの話についてでした。ではまたね。